と無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は劉陵軍を滅ぼして袁紹軍に宣戦布告したところまで。まずは高陵を攻略したが、現状はかなり厳しいな。正直、私たちしか戦線を抑えられないだろうからな。他のは防衛がせいぜいだと思うから。となるとだ、巨匠と樹南は劉燕軍が攻略してくれたら助かるんだぜ。頑張ってアシストするか。うちが頑張って袁紹軍を引きつけるしかないんだぜ。攻略しつつ、袁紹軍を削りつつか。間違いなく厳しい戦いになると思うが頑張るしかないんだぜ。袁紹軍に勝つにはこの手しかないからな。そして、袁紹軍が徐春に攻めてきてる。蔡英には高陵へ兵を輸送してもらっているんだぜ。この状況で兵を減らすか。そうでもしないと可否攻略が難しいからな。徐春ではできる限り楽に戦う努力をしていく。罠を設置し、北側では早期撃破を狙っていくんだぜ。でも、右岸武将が早すぎる。設置して即逃げしかないな。攻撃は避けたかったけど、劉邦の合流で困難と判断。引き上げることにしたんだぜ。右岸武将が罠にかかった。結構な損害が出ているな。もう少しきちんと設置しておけば。縁では内政のせいかな。平和だったからな。攻められてる時は攻める好機。すでに私たちは可否目指して北上中なんだぜ。なんでか勝敗には二人しか武将がいなくて。その二人は出陣済みという不可思議な状況なんだぜ。この状況を生かさない手はない。すでに徐春に取り憑かれてるけど、出陣してなんとかできる力はないんだぜ。城門を固く締めて防衛するしかない。なんか引き始めたんですけど、どうやら劉燕軍が巨匠を攻めたからのようなんだぜ。この大軍攻略できるかも。こっちでも支援してなんとかしたいところなんだぜ。負の占領をきちんとしてほしいよな。足並みも揃えてほしいところだが、こっちはとにかく徐春防衛。北側の負を守りつつ補給線を切ってなんとかする作戦なんだぜ。補給線を切らねばどうにもならないから。よし、急げ。補給線を切れば北側から攻めている部隊も引くはずだぜ。そして、なんかずっと祭り。なんでか武将がいるのに内定できるだけの武将を置かないからな。勝敗と金流では3人程度しか置かない不思議だからな。あと少しで補給線が切れる。問題は抵抗は無理と判断して宝山城を引き上げさせたことだな。第二形態、損害を受けすぎるのを回避した結果だけど、十分な損害はすでに受けているんだよな。バウン力と余霊気が迎撃開始。まずは不正だな。ここで余霊気が仕掛けるけど、護衛集隊が出てきた。これはどうなる。うん、負けた。捕縛や討ち死にがないことを願うばかりなんだぜ。力の差を見せてあげる。参る。これで押し返せるか。いやいや、今のは物言いがつくだろ。測定結果、確実に負けてた。そうなのか。ギリギリなところだったけどな。女性撃破。一騎打ちの勝ち負けでこの状況が良くなるわけじゃないからな。巨匠付近の状況は、戻った右岸武将にめちゃくちゃやられてるし、我慢が負を取りまくっているというのにな。相変わらずの続途だけど、こっちもな。可否攻めはもうじき準備が整う予定。領務の合流を待ってだな。最悪、遠家分裂させるのも手か。最後の手段的な感じではあるけど、やれば袁紹軍は弱体化するだろうからな。さあ、今までのお礼をしないと。誰か一人でも捕まえたら大戦果なんだが。袁紹派ない。死者が到着しました。さっさと帰れ。炎症は名馬持ってるだろうな。集体はない。逃げ足の速い連中め。早く倒せよ。円形功のおかげで部隊能力が上がっているからな。ようやく撃破。変化はなしか。受信では続とやら何やらを撃破しつつ、こっちに流れてくるのはほんと完全なんだが、高村度と隣接したら即滅ぼしだわ。生かしておく理由がないからな。
やっと奪われた歩を取り返して。残念なことに巨匠攻略部隊は、見事に壊滅。情けなさすぎるだろ。もっときちんと支援しないとダメかな。ようやく準備が整ったので可視攻略開始。監視に孫将校がいるから速攻での攻略をお願いしたいんだぜ。こうなると監視と孫将校と誰かを義兄弟にするか。大当たりだと甲状腺に活躍できそうか。当時運用がかなり難しくなりそうだけど、一部隊1万としても6万も必要になるわけだからな。どんどん歩兵して兵を集めないと前に進めなくなりそう。うん、援軍か。第2形態、急がねば。残り6000程度、なんとかなると思うが。これは到着前に落とせそう。今後は援軍が来ることも見越さねばならなくなるんだな。と話してる間に可視攻略。ここまでは順調だな。いろいろと大変になるのはここから先かもだけど。捕虜は10人。数合わせ要員レベルか。主力級はいないな。まあ、武将が減れば今後が楽になるはずだからな。一人でも全然問題ないし。あとはこいつらだな。引き上げそうな気もするけど。懲りずに遊園軍が巨匠を攻めてる。まだ負は占領中だからワンチャンはありそうな気がするが。我慢は戻らず支援かな。なんか遠方面から攻めようとしてる気配もあるし、引き上げるかなと思ったら、そのまま前進なの。狙いが高揚みたいだからな。え、バカなの。ふうはそう思うよな。迎撃してさっさと片付けるんだぜ。捕まえたら一人でもでかいしな。ごまごまとした処理が今後につながるはずなんだぜ。一人でもいいから捕まえろ。ダメなの。なんかそれなりに兵が動いてる気配が。どこ攻めだ。また奇襲。巨匠救援もあるか。捕獲はないみたい。寂しい結果だな。馬運力がやられたか。貴重な兵士が。負を占領しに行ってあれだけの部隊に迎撃されたら厳しいわ。さらに受信に攻めてきているな。しまった。一人捕まえた。なんでか攻めてきた炎章軍は引き上げたわけで。曹操軍が古老館を攻略したからかもな。賊も発生してるしな。こっちはこっちで盛大に遊園軍支援をさせてもらおうじゃないか。支援したところで攻略できるか問題はあるけど。徴兵が減れば減っただけの分しか出さない不思議だしな。巨難と巨匠どっちも攻めるのいいけど、二刀追うものなんだよな。こうもグダグダされるなら、うちで取って遊園軍は放置するのも手かもしれん。兵が増えると後々大変だから今の処置をしてるわけで。全然攻めきれないのを見てるとな。人流と勝敗から巨匠救援の部隊が出陣したので。勝ちから勝敗へ向けて兵を出してみたんだが。カマンが狙われてない。一応暴れてはいるからな。狙われる分にはいいんだが。勝敗にはどんどん兵が送り込まれてるし。安全な河北から供給されているんだろうな。そして、戻ってきてるし。あ、打ち死にした。これはダメだな。無理は良くない。何か変化が欲しいところなんだが。迎撃してきたので全軍撤退。無駄に兵を減らすことはできないからな。削れれば削りたいところだが。削られる分はうちの方が多いから。というわけで、一部撮影ミスで飛んじゃってるけど、少しグダグダしたところで今回がここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。